こんにちはフフィーフィーですこれまでの韓国政府による反日活動のツケが回ってきましたその反日によって自分たちの首を絞めています韓国のユン・ソギョル次期大統領が新政権がスタートする前から難しい問題に直面しているんです それが日本とと韓国との歴史問題です。実はユン・ソギョル次期大統領が韓国に駐在する日本の大使に面会した翌日に早速韓国では日本の歴史教科書問題が騒が騒れたんです。日本では4月からの日本の高校の教科書から「強制連行」「強制徴用」といった用語が消えることになったんですね。 これ別に日本がユン・ソギョル次期大統領の日本へのすり寄り外交を台無しにするのを狙ったわけでも何でもないのに、これを韓国メディアがこぞって、あたかもせっかく我々韓国が日本との関係改善の意思を示して歩み寄っているのに、日本政府がこうした我々の思いを邪魔していると、とこのような感じで書き立てたんですね。 まず、日本の歴史教科書の変更についてから説明しますが、実は、菅政権の時に、日本の高校の歴史教科書に今後、慰安婦についての強制連行という表現や、徴用校における強制徴用という表記を使わないという決定がされたんですね。 菅政権は384日という、まあ、実に短い期間でしたがこうして日本にとって良い功績を残してくれたんですよねちなみにその菅政権ですがそのほかにも1日100万回を超えるペースでのワクチン接種の達成あとはデジタル庁の創設 携帯電話料金の引き下げ福島第一原発処理水の海洋放出決定など、まあ、菅政権は功績を多く残しているんですね中でも高く評価したいのがこの日韓の歴史問題に関する閣議決定なんです。 歴史教科書に強制連行と,あと強制徴用という表記はしないようにという決定はこれ日本政府が韓国の主主張張は嘘でであるととという事実を堂々と主張したと同じなんですよね。日本政府がこれまで韓国による歴史の捏造を毅然んと、まあ、否定してこなかったことのつけの一部をこうして菅総理が支払った格好でもあります。 この点において菅政権の功績は日本の国益にとって非常に大きいと高く評価できるでしょう。まあ、ただこのことについては日本で閣議決定をされた当時韓国国内から日本は歴史の真実を消すのか日本は日韓関係の悪化を望んでいるなんて声が上がったんですよね。まあ、韓国の言う歴史は韓国による捏造の歴史なんですけどね まあ正直、こうした韓国側の歴史認識に日本がお付き合いする必要はありません。まあ、放っておけばよいでしょう。ただ、これをさらに新学期が始まる時期ですが、この時期に日本の歴史教科書が変わったことについて、これは日本としては自然な流れなのに、韓国がまたこれにイチャモンをつけてきたわけです。韓国の次期大統領に選ばれたユン・ソギョル氏が、 韓国にいる日本大使と面会して日韓関係を改善するためには双方の努力が必要だと、まあ、韓国が日本に歩み寄ろうとしている時に日本側があえてこのタイミングで日韓関係を悪化させようとしているとこう韓国メディアが書き立てたわけですね。まあ、本当に韓国は被害妄想と想像力が豊かですよね。 何でも日本が悪い。日本のせいにしたいわけです。ただ、こんな風に騒げば騒ぐほど、実は苦しい状況に追い込まれるのが、韓国の新政権なんです。だって、ユン・ソギョル次期大統領は、本当に日本との関係を良くしようと、日本にすり寄り外交しているんですから、まあ、そんな時にまた反日感情を煽るような世論で騒がれたら、 また日本との交渉の機会が遠のいてしまいますまあ正直ユン・ソギョル次期大統領は韓国メディアに今は黙っていてほしいと思っているはずなんですねただ韓国はもう国民に長きにわたって反日が刷り込まれていますから韓国メディアは反日を煽る方が韓国国民にも注目されるわけです まあ、日国家として、反日思想が定着した韓国が、そう簡単に反日を捨てられるわけはありません。まあ、ただ、新政権としてはどん底にまで落ちてしまった韓国経済を、少しでも良くするために、手っ取り早い方法として、まずすぐにでも日本との関係を 改善したいんですね日本からの経済支援を受けられるとなればもうそれだけでウォン安だって食い止められますからしかし韓国国民の意識としては当然バリバリの反日なわけですからちょっと日本がすることを何でもネガティブに反応して日本が悪い日本のせいだと、まあ、こう批判するわけです。 まあこんな韓国国民の感情の中でユン・ソギョル次期大統領は支持率を維持するために急に親日になるなんてこともできません、まあ、かといって日本にもすり寄りたいもうまさにジレンマに陥っているわけです、まあ、それにしてもこうした長きにわたって韓国で過激な反日の世論を定着させた背景には韓国政府による世論工作があるわけです それを説明するときどうしても外せないのが韓国のバンクと呼ばれる市民団体の存在なんですねこのバンクという団体は国内外に反日の思想や世論を広めるために活動する韓国の市民団体なんですがどうやら市民団体とは言いますがこのバンクがずっと韓国政府から活動資金を 支援されていたと言うんですよねまあ、そうなると問題ですよね韓国政府が反日活動に協力していたということになりますから えまずバンクという団体は韓国の正しい姿を世界中に広めるためにネットなどを利用して韓国に関する情報宣伝工作活動を行うことを目的とする韓国の民間組織であるとこのように活動内容をうたっています。 ただ攻撃対象とすべきサイトへ電子メールを大量に送信するようなサイバー攻撃を呼びかけることもあるなど、まあ、過激な活動も目立つんですよね何十万人もの会員がいてそのうち正規の会員は活動資金も毎月支払っているそうです1999年1月1日に創立されて 当初の趣旨はさっきも言いました、まあ、ネットで海外にペンフレンドを作ったりなんかしてでその交流を通じて韓国の正しいい姿ををネットを通じて伝えようというとものでしたしたかし2005年からは世界に日本の歴史歪曲を知らせて国際社会における日本の地位を落としてやろうということを目的としたディスカウントジャパン運動を展開していくんですね。 またバンクは韓国の観光業者との共同事業として世界中の観光団体や学校などに日本の歴史はおかしいなんて冊子を作って送ったりまた竹島問題について組織的計画的に情報宣伝工作を行うサイバー学校を設立していますその他にバンクはテレビコマーシャルを放送したり 韓国国内の教育現場に特別事業といって出向いて各学校にバンクのサークルを作ることによって会員の確保を行っているんですね、まあ、このため会員の多くは高校生以下の子どもたちだそうですまあその過激で行き過ぎた行為から韓国国内でもサイバーテロリストであると考えられていて、まあ、問題視されたりもしています 2013年からは一部の韓国の大学と業務提携を行って学生がバンクの活動をすることで単位を取得できるようにもさせたんですよね。 まあその他にも国連に圧力をかけるような動きをしたり、また海外の企業が極実機の柄のようなモチーフを使えば、まあ、それを使うなと圧力をかけたり、まあ、こうした活動を国内外で精力的にこの韓国のバンクという団体が行っているんですね。 で、問題は、この市民団体に、韓国政府から資金が流れているということなんです。どうやら、イミョンバク政権時代からしばらくの間は、国家予算がバンク側に直接分配されていたという事実があるようです。2021年の時点では、国からの直接の支援はないとは言いますが、韓国政府の教育部が、 韓国学中央研究院または竹島研究所といったこれらの機関に出していた予算の一部がバンクに流れているといいますしかもバンクはその情報宣伝工作の成果から2003年以降通算3度も韓国の大統領による表彰や韓国国会大賞韓国観光大賞などを受賞しているといいますもうめちゃくちゃですよね あと、韓国政府からだけではなくて、韓国のインターネットサイト大手のネイバー社からも、バンクは1億ウォンを寄付されているんですね。この時は大統領となったイ・ミョンバク氏が、教育科学技術部に対して、バンクへ5000万ウォンの予算を分配するようにも指示をしていたそうです。 あと2009年には焼酎メーカーの人炉者の支援でバンクはサイバー竹島士官学校を創立しています。まあ、要するに韓国ではバンクっていうネット工作組織を官民一体で運営して反日プロバカンダを発信しまくっているということなんですね。 韓国政府は反日教育に加担していないなんて姿勢ですが、まあ、こうして教育現場で反日活動を行っている団体を支援したという事実があるわけですよね。まあ、ちなみに世論工作といえば韓国政府は毎年対日世論工作費なるものの予算を日本にある韓国の大使館に出していてこれが日本のマスコミに流れているという話もあります。 しかもその予算が文政権の間で一気に3.3倍も膨れ上がったと言います。まあそれは日本のテレビをつければ韓国はすごいすごいって無駄に持ち上げるような内容を垂れ流しているわけですよ。まあ以前韓国の駐日大使もこの韓国の一気に増額した対日世論工作費に関して。 日本の世論を主導する日本の財界やマスコミなどを攻略する計画だとこのような発言をしたとこれ韓国の総合ニュースが2019年12月23日の記事で伝えているんです、まあ、いずれにしろこうしたこれまでの過激な反日活動を今後の韓国の新政権はどうしていくつもりなんでしょうか。 まあこれまでのように野放しにすれば日本との関係は改善されませんしかといって排除するような姿勢を示せばこれまでの反日政権に飼いならされたこうした韓国の反日団体は騒ぎ出すわけですね、まあ、もしかするとユン・ソギョル次期大統領の支持率に影響するかもしれません、まあ、今こうしたジレンマの中でユン・ソギョル次期大統領は苦しい選択を迫られています さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィフィチャンネルの登録もお願いします